ラサール石井さんっていうのはラサール高校出身なんですよね。でもなんかそのうちラサール高校からね訴えられるんじゃないかなというふうに思うんですよ。ラサール高校なんか恥ずかしいですよね。これ私はねこの人全然興味もねわからないんだけれども。 なんかね、ひどいこと言ってんなというのをね、いつも感じます。びっくりしたのは何かって言ったらですね、自衛官の広告っていうか、自衛官のパンフレットかな、の中にですね、国家を守る公務員、陸海空自衛官というのがあったんです。国家を守る公務員、陸海空自衛官。当たり前ですよね、国家を守るわけです、自衛隊が。それ何が問題なのかなというふうに思っていたんですけれども、国家を守るということ自体がけしからんと。 いうのが、この人の主張なんですね。何を言ってるかっていうとですね、驚いた。自衛隊は国民を守るのではなく、国家を守るのそうだ。つまり、体制を守るということ。体制を批判する者、体制の決めたことに逆らう者は、自衛隊から威嚇され攻撃される。その頃には軍隊だろうが、未来が見えてくる。これね、こういう時に呼ばなくちゃいけない。あの、おーい、鳥越さん、鳥越さん、鳥越俊太郎さんと。 鳥越俊太郎氏はがですね、私議論した時にですね、尖閣諸島について中国が攻めてくるかもしれないというようなことを言ったらですね、それはありえない虚構です妄想ですとか言ってたんだけど、まさにね、これね、虚構です妄想ですの世界ですよね。自衛隊がね、国民を守るのなら国家を守るそうだ。つまり体制を守るということ。体制を批判するもの、体制の決めたことに逆らうものは、自衛隊から威嚇され攻撃される未来が見えてくる。 そんな未来ないよという話ですよね。ちょっとなんか自衛隊がこれじゃとんでもない人たちだ。国守るために汗流してる人たちに対してね、こういう言い方ないだろうというふうなことをね、私はね、ほんと強くね、思いましたね。ふざけてると思ったんですが。まあでもですね、まずここでね、一つ議論として取り上げておく必要があろうというふうに考えたのは、国民を守るのか国家を守るのかという、この二択ですね。この二択は、そもそもですね、 成り立たないんです。国家を守るんですよ。自衛隊はもちろん。で、国家を守るっていうことは国民を守ることにもつながるんですね。当たり前のことですけれども。国家を守らずに国民を守るのが自衛隊だというふうに定義してしまうとですね、ちょっとおかしなことにもなりかねないんですよ。え、どういうことかというふうに申し上げましょう。例えばですね、人が一人、どこかの国、どこの国でもいいんですけれども、に誘拐された。誘拐されました。 これ自体は不幸なことです。返せというふうにやるのは国家として当然のことです。日本が。ただですね、こういう状況になったらどうでしょう今、人質我々は持ってるんだと。で、この人質の命を守りたいならば、尖閣諸島を全部譲れと。尖閣諸島さえ全部我々に渡せばですね、日本国民一人の命は助けてやるぞと。だから、お前たちは日本国民の命を取るのか、尖閣諸島を取るのか、どちらにするということを迫られたときに、あ これがもしね、自衛官というのがですね、国民を守るっていうことが第一義だって、国家を守るっていうことはないんだというふうになると、もしですね、そこに、えと、ある国が侵攻してきてですね、これに抵抗したならば、自衛隊が抵抗したならば、人質の命はないぞと言ったときに、じゃあ、尖閣諸島に、えー、敵が上陸した、そのときに日本人は、自衛隊は、 これと戦うと。これを排除するために。我が国ですからね。これ個別的自衛権の行使ですから。個別的自衛権を行使して、敵の侵略軍を排除するために戦う。そうすると相手は日本国民を一人をですね、人質の命はないというふうに脅かしてきた。この時日本の自衛官は尖閣諸島を守るために戦うことは国民の命を守ることにつながらない。つまり国民の命を見捨てることになるから、 戦っちゃいけないんだという議論になるかどうかなんです。皆さんそこを考えていただきたいんですよ。ね、尖閣諸島ってのは人がいません。無人島です。だからここ取られても人の命は失われません。国民の命は失われない。ただ国家の領土は失われます。これね、重要なポイントだと私は思うんですよ。国民の命を第一にするっていうふうに考えたならば、この時、尖閣諸島で自衛官が戦うっていうことはダメだよと。 いう議論になる。ひょっとすると、日本国民の多くはですね、戦うんじゃないっていうふうにね、いうような世論にねなっていくんじゃないか。おそらく、そういう時に、ね、は、とある某国もですね、おそらくそういうふうに世論工作をするでしょう。自衛隊が立って戦う必要なんかないんだと。立って戦ったら自衛隊だって危ないじゃないか。ましてや、人が一人ね、今人質に取られてる。この人だって、尖閣諸島さえ差し上げれば、無事に解放されるって言ってる。 無人島なんか持ってたって意味ないじゃないかと。こんなもの差し上げてしまえと。こういう議論になってくる可能性は私はあると思うんですよ。つまり、何としてもこの国を守らなくちゃいけないと。国家を守らなくちゃいけないと。国土を守らなくちゃいけないというような考えよりもですね、一人の命は、 地球より重たいとか、わけのわからんことを言ってですね、こういうことになってくるのではないかというね、私はこう懸念があるんです。特に民主党政権とかですね、岸田政権とかですね、本当に毅然としてこの対応できるのかということはね、 私はすごく疑問に思います。この問題ね、やっぱりね、考えてみたときにね、国家か国民かっていうね、こういう二択すの選択をね、迫ること自体がね、やっぱ私は間違ってるというふうに思うんですよ。究極的には国家を守ることが国民を守ることにつながる。そして、領土を失うっていうことは国家が滅べることにつながるわけですから、国家が滅びるわけにはいかないわけですね。国家が滅びたらまた国民もいなくなるわけですから。これ当たり前の話ですけどね。しかもですよ、ここから先にね、話が論理が飛躍してるのは、 国家を守るっていうふうに言った場合、体制を批判する者とかをですね、すべて排除されると。自衛隊から威嚇され攻撃される。つまり自衛隊はね、日本の国民を威嚇し攻撃する武力組織だというようなことを言ってる。これはね、本当にね、自衛隊に対する名誉毀損だと私は思います。あり得ないと。 いうことをね、平気で言ってるわけです。いやー、この人おかしいなというふうに思ってね、ちょっと昔の調べてたら、こんなことも言ってるんですよね。あの、昔ですね、毎日新聞に、元特攻90代兄弟が最後の証言、時代に迎合を解墾なぜ死ぬ覚悟で戦争に反対しなかったのかっていう記事があります。この記事を引用してですね、こんなこと言ってるんですよ。百田氏よ、他の極右論人よ、この声を聞け、ここには右も左もない、 戦争に反対するから左翼などとんでもない。人間なら戦争に反対する。人間は決して戦争を美化してはいけないというふうに書いてあるんですね。じゃあ、どんなね、えー、ことがね、書いてあるのかというと、要するにね、まあ、99歳と97歳のおじいさんが早稲田大学で講演をしたということで、えー、これはですね、要するに、学徒出陣して特攻隊になったという兄弟なんですね。 こんなことを言ってます。多くの若者が特攻隊員として命を散らし遺書が残されてる。遺書には勇ましい言葉が書いてある。私は喜んで死ぬと書いてあるのを読んで感激する人もいるはずです。だけど私は待ってくださいと言いたい。えー、当時、検閲があった。本当は死にたくない。でも死ぬのが嫌なのに殺されたと聞いたら家族も悲しむから、喜んで死んだと思ってもらおうと。もう一つは自分を励まさなきゃやれないと。決して犬死にじゃないと自分を奮い立たせて慰める気持ちの表れなんです。そういうことを理解してやらないと、 いいけなと自分自身ももし衣装を書くとすれば同じことを書いていたと打ち明けた。これはね、私はね、いろんな考え方あると思いますね。なぜかと言ったらですね、もうこれはね、戦争が終わった後の視点なんですよ。戦争中の目ではないんですよ。戦争中に本当にこういうことを考えてたのか、戦争終わってから考えたのか、やっぱりね、戦争終わってから考えてると思うんですね。人間の考え方ってのは変わりますから、実際に戦争で亡くなった人たちっていうのは、 戦争終わった後どうなるかっていうのが分からない状態だったわけです。どんな日本になるのか。もしかしたら日本がなくなるんじゃないかというような思いを抱えながらいたわけですよ。それで心配だったわけです。このね、えー、おじいさんたち二人、決してね、嘘言って騙してやろうとかっていうつもりはないと思いますけれども、でもこの人たちはね、戦争が終わった後、平和な日本というのをね、知ってるわけですよ。知って過去を語ることと、後の時代を知らないでその当時考えていたことがね、 一致するっていうことは私はないというふうに思います。ですから、これあくまで戦後の考え方なんですよ。この人たちのね。こ,こんなこと言ってるんです。この戦争は間違っていると薄々ながら分かっていたにもかかわらず、沈黙して特攻隊員にまでなった。死ぬ覚悟をしてるのになぜ死ぬ覚悟でこの戦争に反対しなかったのか。時代に迎合してしまった。私の真似をしちゃいけないよと今の若い人たちに伝えたい。まあね、これはね、私は難しいと。 いうふうに思いますね。もし仮に戦争に反対していたとしてもですね、とてですね、戦争が止められたのかということをね、考えたらね、これ難しいと思いますよ。そこまで行ってしまったらですね、戦争止められないと思います。だからまあね、本当に。 時代とか国家の流れというものはね、恐ろしいといえば恐ろしいんですよ。個人が止めようと思ったって止められるものじゃないという状況になっていきますからね。このおじいさんたちがそういうふうに思ってそういうことを伝えるっていうのはこれ言論の自由だし、そういうふうなご意見もあるよということが若い世代に伝わるってことは悪いことだとは思いません。が、この人たちが全ての戦死者の代表ではないということもまた、えー、覚えておかなければならないと。 いうふうに私は思います。いろんな意見があるわけですよ。で、私自身も特攻隊の生き残りの人にインタビューをしてまいりましたからね。私が聞いた時はですね、こんなことをおっしゃってました。回転にね、乗るはずだった方でしたけれどもね、二度と日本がそういう事態、つまり若者を特攻隊に出撃させなくちゃいけないような事態になってほしくないというのは一方にある。ただ、それでももしそういう状態になったら、若者が命を懸けてでも守るぐらい誇り高い国であってほしいと。 いうのも言ってました。これは相反する意見ですよ。絶対なってほしくない。でも、ね、なったとしたら行くような国であってほしい。でも、そのね、矛盾が矛盾としてですね、そのままこちらには伝わってきましたね。なるほど、そういう覚悟だったんだな、ということをね、すごく伝わってきました。だから ねえ、まあ、単純にですね、戦争反対って言えればよかった。いや、そんな状態じゃないと。もし戦争負けたらどうなるかっていうのは、やっぱ我々真剣に考えてたっていうふうにおっしゃってましたからね。それでじゃあ、戻るとですね、戦争に反対するから左翼などとんでもない。いや、私ね、戦争に反対するのは左翼だと思ったことないですよ。左翼って結構戦争好きですよね。毛沢東とかね、スターリンとかね。戦争大好きじゃないですか、むしろね。共産党は軍隊は持たないっていうふうに言ってますけど、それはね、 当面の間って言ってるんですよ。だから、憲法9条で自分たちは平和を守りますとか、平和の党とか言ってるけど、これ当面の間なんですよ。社会主義革命が起こったら状況は変わるって言ってるんです。これはね、社会党の先坂一郎も言ってるんです。だから自衛隊があるブルジョアジーの社会の中においては、えー、これ軍隊は持ちませんと。だけど、あ自分たちが革命を起こしたんなら、それは革命軍というのは必要でしょ、というようなことをね、自分たちで言ってるんですよ。 だからね、戦争に反対するから左翼というわけじゃないですよ。私は戦争に反対する人左翼だとは思ってません。左翼だって戦争に賛成する人結構多いです。我が国でですね、一番多いのは戦争に反対するっていうのはね、私だって戦争反対ですよ、基本的には。だけど、手段がね、じゃあ戦争に反対するのはどういう手段がありますかっていうことなんです。戦争に反対するんならどうしたらいいかって言ったら、相手に攻め込ませないようにすることが大事ですね。そうすると一定程度の武力を持って、 抑止っていうものが大事になってきます。ですから、例えば通常兵力においてですね、抑止力がなければならないと。こういうふうに考えるわけです。でなぜって抑止力がなかったら他国が我が国を侮って戦争を仕掛けてくるかもしれない。そうすると戦争が起こってしまう。だから戦争を起こさないようにするためには、これどうしても自衛力、防衛力、軍事力が必要になってくるよと。相手が核兵器持ってる場合はどうか。いや、我々は非核三原則持っていればいいんだ。 これも嘘であって、要するにアメリカの核の傘に頼ってるわけですよ。だから核兵器には核兵器でっていう理論に日本も乗っかってんですよね。なのになんかそれは関係ないんだと言って、もうそんなことはやっちゃいけないと。これラサール石井さんという人は犠牲者なんですよ。要するに。左翼ほど交渉のね、もの読んでない。レーニンもトロツキーもスターリンも読んでないでしょレーニン、スターリンね、トロツキー、モータクト、この辺読まなくて左翼とは言えないでしょう、やっぱりね。 で、じゃあこの人たちはね、どうしたら平和なのかって言ったら、9条があるから、9条があるから、9条があるから平和です、というわけです。なんでと今で言うならね、ウクライナの憲法9条あったらこれ攻められなかったかってっ絶対そんなことないですよね。憲法9条があるから平和であるっていう人はね、内在的な論理を教えてくれよ、と。憲法9条がある、戦争が起きない、ここに至るまでのね、論理を教えてください、というわけです。それからね、このね、次のね、セリフをね、あと皆さんね、どう思われます 人間なら戦争に反対する。人間なら戦争に反対する。ということはですね、今、ロシアとウクライナがですね、表面的に見たら戦争です。まあ、これは、えー、ロシアがやってることが侵略戦争。で、ウクライナがやってることは個別的自衛権の行使なんですけれども。でもね、でも、まあ戦争ですよ、一般的に言ったら。じゃあ、ウクライナで戦ってる人たちってのは人間じゃないんですかこれね、やっぱり、この人たちね、やっぱり山口二郎チックなところあるでしょ自分に反対する人間のことをね、 とつかまえて、すぐに、お前は人間じゃないっていうね、理屈を持ち込むわけですよ。人間なら戦争に反対するって。じゃ戦争に反対しない人は、じゃあ人間じゃないってことでしょそんなね、むちゃくちゃな議論ないですよね。私は戦争に反対します。 これはいいですよ。人間なら戦争に反対する。じゃあ、ウクライナ戦争、ウクライナのね、こと支援してる。例えば私もね、ロシアの侵略にめげずに、ぜ、ぜひ頑張っていただきたいと思ってるけど、じゃあ、僕は人間じゃないのかと。そうすると、私は、ラサールさん、私何なんですかと。右翼や、とか言うんですかね。右翼は人間じゃない、みたいな感じでね。もう、ね、こういう理論になってくるとね、話が噛み合わないですよね。申し訳ないけれども。ラサールね、え、医師になる人ねあ。私はよくわかりません。